はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら白玉くん、新規 LR の白玉くん使っていきたいと思います。まあね、作ったはいいけど、まあ強いと思うんだけど、一回も使ってないし、使ってみた動画もね見てないんで見てないんでね、どんぐらい強いのか楽しみにね使っていきたいと思います。かっこいいな、お前かっこいいなで、スタンバイすると無敵になるんでね、まあ経験 100% 悠々超えられるんで、でいいね。この敵が誰なのかを教えてほしい、早く誰だったんだろうこれで。で、おお、なんか睨んでる、怖い。で、フルパワージレント、まあここまでいけば火力すごいらしいんでね、でもシンプルな性能なんで俺は好きですね。で、ジレンといえばトッポなんでね、トッポも連れて極寒のフリーザーですね、行ってみたいと思います。まあ、第11宇宙カテゴリーのねミッションは後でやるんだけど、あの技辞練極限来たんだけどさ、俺技辞練持ってないんだよね技辞練持ってないから罪ですね。いいね、トッポのスーツ姿めっちゃ好きです。で、あれジレンさん登場人数ないんだっけ。あ、そっか、お前登場人数はないんか、忘れてた、ごめんな素であるもんだと思ってたよ。で、ここトッポさんと並べたいとこだけど、ベジオさんで食らっておきたいんで、食らっていきましょう。で、気力マックスにしたくないんで、で、トッポさんもさすがにまあ大丈夫でしょう。で、ジレン食らって1200万強で、オーバーヒートマグネトロンで、アクションブレイク入れての760万。俺割とジレンは好きなんだけどね、好きなんだけど、なんかあんま活躍というか、好きだからもうちょっとね私生活の面を見せてほしいんだよね。ヒーローズもやってたけどさ、ヒーローズのジレンさんマジで何もしてなかったかった本当に。ハーツの時はさ、出てきたはいいけど、なんかね、あの究極ハーツに一方的にやられたし、あれ、あのその後のさ、宇宙サバイバル編みたいな、あの時空消滅編、アイオスのところはさ、マジであいつ何もしてないよなあいつ何もしてねえよなね、バーダックとはさ、悟空が戦ったしさ、その後あいつなんかしたっけあいつなんかしたっけあいつ何もしてねえかんな。まあ、漫画版だと活躍してる可能性あるけど、何もしてないんで。で、こっちが、あ、俺のやつか、1200万。いいね、めちゃめちゃ火力出すやん。そしたら無凸だけど火力は十分だね。で、17号のサポート入れて、ミガッツは回避して、回避して1700万。で、ナイス回心で、ジレンさんとお前かお前最悪だな、これやばいぞ一番やばいんだけど、あの3番手だとフィールド展開できるターンが8ターン目だからなちょっとやばいかもしんねえな。で、覚醒の兆し、避けろよ、圧かけとくかんなお前に。で、上等、身勝手の挑戦受けてたと。で、ジレンのスタンバイできるけど、どうしようかな、別に今する必要ねえんだよな、いっか。で、ここ身勝手とベジオくん並べたいから、まあちょっと不本意だけどベジオくんを真ん中にしていきましょう。で、ジレオくんでとどめをさせてもらいましょう。で、ビビったよビビったよ、初手食らわないでよ、怖いからで、830万。まあ、強いんだけどね、君も強いのは認めるけど、もうちょっとね、もうちょっと気をつけてほしいね、マジで。もうちょっとね、自分の回避に自信を持つのはいいけど、もうちょっと頑張ってほしいな君ある程度硬いんだけど、力身勝手くん、即身勝手くんに比べたら硬いんだけど、今のインフレが君のディフェンスを追い越したんでちょっとね、頑張って回避してほしいですね。で、909万ベジータはもう仕上がったかな。で、腹蹴りしてナイス会心で、で、ジレオくんが1400万、強いねやっぱり。でも俺ここね、
なんか石に乗んないでさ、なんかこのあったじゃん、このオープニングでやったみたいなさ、あの流れるような木段打つやシーン、ああいう感じでやってほしかったんだよね。伝わってるか分かんないけど伝わってるか分かんないけど、なんかちょっとスピード感ないんだよね、あそこ。どうしようかな、スタンバイしちゃおうかな。これトッポ覚醒さすがに早いんだよ。トッポの全属性ガードだけじゃきつい気もするんで、いや、ここスタンバイしましょう。どうしました、ジェネさん。は、俺が出るような強者はもはやいない。お前目ついてんか、お前目の前にいるぞ目の前にインフレの塊がいるんだぞ、お前。で、まあここあえて覚醒しないっていうのもいいんだけど、さすがにちょっとね、さすがにそれはお遊びしすぎてるんで、真面目にやります。戦う意志を見せないゴリゴリで守ってるけど、ゴリゴリに守ってるポーズ決めながら戦う意志見せないは無理がありますよ。で、カメハメハぶち込んで会心出さないと硬すぎそういえばさ、バスターモード、バスターモードじゃない新しいモード作っちゃダメだよ。なんだっけ、なんだ、なんだ、名前忘れした、どう忘れした、あのポイント稼ぐやつで17号今来てるけどさ叫んなよ。あー、焦った。そっか、体力半分来てたんか、よかった。お前ふざけんなよ、お前本当に。回避無効じゃないですよ、まだ。で、あー、いやらしいロックだけど、まあ倒さない方がいいか、倒しちゃうかなこれ。まあ一応サポーター乗っけずいきましょう。で、うー、身勝手のベジータ、久々に見た久々登場、身勝手ベジータ。言うて強言うてね、ベジータさんも先手一発目だと割と食らっちゃうんだよね、このステージ。多分今の20万ぐらい聞いてたんで。で、殴り500万、で、殴り500万、いいね。さて、問題のステージですよ。ここもうスタンバイ解除させたいな。ジレン受けさせて、こいつ以上軽減あったよね、受けるダメージ 50% 軽減だから、アイテム使えば 90% 軽減だもんね。まあこれ強いよね、軽減率高いから。アイテムと併用すれば余裕で、あ、待って、これあれ27、待って、あ、バカバカと、さすがにやり直させて誤射った、誤射はまずいですよ。これ強い、アイテム使うだけでほぼ完封できる。 90% 軽減はね、よほど苦手属性じゃない限りは通さないと思うんだよね。で、ここでとりあえず木玉取らせての、5個取れば OK。 じゃあここジレンさん覚醒してもらいましょう。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。あー、サービスシーン助かる。で、おおなんかおもろいな、すごいすごい怒ってる。で、こうなるとなんだっけ、1ターン必殺見極めが、いや、1ターン必殺見極めで 11% 軽減で24メモリいくといいよといった感じだね。あ、打ってこねえかこいつ。24メモリ、まあもう24メモリいってたわもう言ってたから取る必要ねえわ。まあじゃあ身勝手パンチしよう。ここはジレンのね、 BGM 書き消しちゃうけど、これ倒したいんだよね。もうヘントンナン、ここが一番めんどくさいというか強いんでマジここが一番難関難所じゃないこれ。で、お、どう殴っと、器用に殴ったね。2人まとめて器用に殴ってちょっと回復させていきましょう。で、ここはカチカチ、全然ダメだマジ。え、あれ、あ、アイテム使わせた、やばい、あ、待って、あ、待って、アイテム使わせた俺、あ、やばい、やらかしたいや、あ、お、死んだんじゃない嘘だろ、3600万くさ。で、オーバーヒートマグネトロンぶち込んで、正直あの LR のさ、ジレンさんの方が好きなんだよね、普通にあの演出、あっちの方がなんか滑らかだよね。これもいいんだけど、あのね、
前の LR さんの方が演出というかの滑らかさが好きよ。で2000万だけど多分死にますこれ。あ、ナイスナイス。あ、耐えるかな。耐えてほしい、マジで。ここで死んだらマジジレンに申し訳ねえよジレンに土下座しなきゃいけなくなっちゃう俺。ジレンに土下座しないといけなくなっちゃうから。ジレン様大変申し訳ございませんでした。私がニワトリ頭のせいでリセットした後にアイテムを使うのを完全に忘れてました。もう一回チャンスをください、ジレン様。というわけでいきますバカだね本当に。自分でもバカだった、自分でもバカだったわ。うん、まあ、さっきのとこまで飛ばす、いやジレンの活躍する場面だからな、飛ばすのはちょっとさすがに不敬罪なんで真面目にやりましょう。ちょっと登場前室は切らせてもらいますと。トッポのね自分語りはもう見飽きたんでで1400万。まあでもあれだね、1番手はねさすがにジレンさんノーアイテムだと 50% 軽減だけじゃきついね、当たり前だけどで、まあ、この通常一つのねテンポ感は好きよ。もう死んじゃうけど、まあ、とりあえずベジータ被弾だけさせときてえな。でナイス会心出して570万でマジ蹴りして、うんー OK、 まあ大丈夫っしょ。行動後全属性ガード 50% 軽減、カチカチ。よう避けちゃダメよ、復活条件満たすまでは避けちゃダメよ。で1300万。まあ火力はそこそこだね、まあ一発だからね俺。追撃全振りにして楽しいなって感じかな。でトッポさん嫌がらせ受けたけど、まあ身勝手で全かわしして、まあトッポさんじゃさすがに倒せないと思うんで、でちゃんと避ける、ちゃんと避ける、見てるから避ける、見てるから避ける。で1800万。で身勝手のカメハメハぶち込んでいい、ナイス。で腹パンしてナイス会心出して身勝手るから避けると。で見てない方の身勝手880万。ボタンフィールドがねちょっと長いんだよなやっぱりね、なかなかやっぱこの最初が最近すぐ突破しちゃうからさ、まあ回避無効じゃなければねこの状態でも全然やれるからいいんだけど、回避無効となるときついねこれからどんどん回避無効が増えるんだとしたら立ち回り考えないときついかもな。でいいね、全属性ガード美味しい、全属性ガード美味しいと。で嫌がらせ受けたけど、まあここどうしようかな、ジレンさん手前じゃ死ぬんだよな多分。でもこうスタンバイしないとあれかきついか、まあスタンバイさせちゃうか俺。まあ2回目は飛ばします。これで軽減がいくつまでいったんだ、二次機玉もいいんだっけ。あ、いいんか。あ、じゃあ 100% 軽減突破してるんでマジで問題ない、安心して受けられる。でサポート入れて、まあどうせもうこれ倒しちゃうんで、でおーナイス、問題なし。でジレンさんコッパみじんにならない、戦う意思を見せないけど防御する意思は見せてると。で1200万。で自分と同じ人をパラパン、あ、そっか、この17号大、あれ第7宙固めてないとダメなんだっけ。まあ1か別に、まあやれるっしょ、サポート役として全然やれると思うんで OK です自分のミスを肯定していく。でドヤ顔かっこいいと。さて問題、やばいな、問題すぎんな俺。まあ、ここはこうするしかないね。でアイテム使えばさすがに身勝手くん大丈夫でしょ。真ん中で撃たれるのが一番まずいんだよな。でも俺、あれも98万ある、なんで98万、なんで98万もあんのお前、わかんねえけどいいや。あれ98万なんで、あれ復活したっけ、してないよな、なんでなんでそんなにあんのお前なんでそんなにディフェンスあんの。まあ、アクティブはまだいいでしょ。真ん中で撃たれたら本当に泣きやめくんで許してください、お願いします、何でもしますから。で見てない方の身勝手920万。
でカメハメハぶち込んでいいの。やめて本当に許して。1900万、でも90万ディフェンスあれば耐えんじゃない。アイテム使えば、アイテム使ったもんね、耐えるよね多分。許して、マジで許して。オッケー、許された。でまあここはマジで何の心配もしてないですね。ディフェンスはね、まあ行動後は全然カチカチなんで。でここジレン君もできるけど、まあしちゃうか。まあここはちょっともう一回見るか。あーやばいやばい、強さこそ正義、強さこそ絶対だ。おーエロい。でサービスシーン助かる、もう顔ドアップ助かる、サービスシーン助かる。乳首どこ行ったお前。まあここトッポさんと並べて真ん中かまあでも大丈夫か、トッポさんまだ全属性ガード残っ、全属性ガードプラスアイテムだからな、さすがに消し飛ばないと思うんだよねトッポさん。339で660万、破壊神モードはさすがに早いんでね、さすがにまだもうちょっとね。で3000万、まあ、火力はすごいけど、まあ、これ一発だからね、追撃出せばもう一発あるけど、まあ、火力は一発が本当に強いっていう感じなんでね。でここはもう大丈夫、行動後は軽減上がってるし、ウイスも使ってるんで 100% 軽減を超えてるし。おーっとジレンさん必殺食らうとねアタック上がるからなこいつなかなか難しい条件なんだよな。でマジ殴りして、でここ身勝手フィールド展開できるよねさすがに。オッケー、計算通り。じゃあここ身勝手フィールド見せてもらいましょう。ここめっちゃ好き、このあれあれなんかレジェンズもさ最近出た身勝手が、あの緑色の変なゲージ押すとあれやってくれるんだけど、いいよねマジでかっこいいわ。大猿みたいな声も混ざってるし。で無敵になりましたと。じゃあここは先手身勝手で気持ちよくさせてもらいましょう。回復させる100万、なんでそんなになんのお前らお前らディフェンスそんななんか高ないなんで高いのそんなに。で回避して230万で、もちろん会心を出さない。まあしゃあない、最初はね俺最初から 70% だと思ってたら、攻撃しないと会心上がんないってことを知って、まず濡れ衣を身勝手に着せてたからな濡れ衣を着せてしまってすまないんだけど。で1200万、でカメハメハぶち込んで、いいね、会心出して800万900万。でジレンと比べるとやっぱりこっち出来すごいよな予算全振りなのを感じるわ。で510万でカウンターで、もちろん会心を出さない。で510万でもちろん会心を出さない。で510万でカウンターも先読みしていくよ、もちろん会心を出した出すんかい最後は。いやここトッポさんに受けさせて、トッポさんに受けさせてけど、さすがに無謀なのは分かってるけど、まあとりあえずトッポさんから先に見せていきましょう。いいよね、第11宇宙反乱率高い決めたらしいです。でトッポさんは最初から抜いてるから、サービスシーンがジレンより上。でいいね、ジレンより体がムキムキ感がすごい。で破壊玉も打てるんで、まあとりあえずジレンのアクティブ先にやっちゃうか。これどうしました、ジレンさん。あとは任せ、何やってるんですか。俺が出るような強者はもはやいない。目ついてますか、目の前にいますよ。まあトッポの破壊玉の BGM がね3番目に好きなんで、上書きさせてもらいましょう。捨てたらしいです。
で1000万強いね。ね、ここトッポさんに任せたいけど、さすがに無謀なのが分かってるんで、でここアイテム使う必要絶対ないんで、でトッポさんで、まあ一発だったら大丈夫でしょ。トッポさん 80% 軽減なんでね。でおーバカめ、まあ、食らうわけないよなマジで。本当に食らうわけない。でいいね、原作再現だけど、原作再現だけどカチカチで、何の心配もしてないです。で戦う意を見せない。でジレンさんが、ジレンさんが5200万。わすごいねマジで、こうなりゃ強いわ。5000万でああ追撃欲しかったな。で1500万、いいね。トッポさんも強い、これ無凸だからなこれ。いいね、第11宇宙一発が強いから好きです。でさすがにね 80% 軽減もね。で 50% から 100% アップ、やばい、あーやばい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 ね。でも身勝手パンチがあるんですこっちは。オラは別に正義のヒーローでもなんでもねえ。なんでもねえ、剣道な、剣道な、仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。これゼロだったらマジどぎも抜かすけど、さすがにね、さすがに超えていく。でここまあもうアイテム使わずに行こう。最後はやっぱ身勝手に花を戻せよう。アイテム使うとねやっぱり身勝手くんがね真の力を発揮できないんで、もうここはね心を鬼にしてアイテム使わずに避けてもらいましょう。いいね、もうどんなに火力が高くても身勝手の前には通用しないぜ。ゼロ。ゼロ。いやーいいね、九死に一生、九死に一生得た身勝手くんは強いよ。でここはもう慢心せずにミスりすぎ、さすがに、さすがにミスりすぎよ。でさすがにこれ入るっしょ、ドッカンモードの1000万はさすがに入るはず。で早い早い早い、とにかく早い。ちょっと残っちゃった。でも甘くないんです、甘くないのがこの身勝手で、ゴーク&フリーザをおーゼロでも大丈夫、避ける、避ければ問題なし。え、てかこと、てことはこれゼロじゃない、やばい悲しい。あ、はい、というわけで今回ねジレンさん、まあ白玉さんつら使ってみましたけど、5000万はすごいね。あれ追撃出したらめちゃめちゃ気持ちいいんで、やっぱ追撃全振りにしたいとこですね。はい、というわけで今回ね終わりにしたいと思います。ではまた。